伊達正さ伊達正ま伊達正て1911年2月25日から1992年8月30日は、東京六大学野球、社会人野球で活躍した野球選手である。右投げ右打ち。旧制一岡中学、現大阪府立一岡高等学校2年時から野球をはじめ、全国大会に4度出場。ポジションは、 保守で、時に、マウンドにも登った。神戸高等商業学校、現、神戸大学を受ける予定だったが、一岡中の大先輩だった、佐伯達夫から進められて、第二早稲田高等学院に進学した、後、早稲田大学小学部に進む。入学早々1928年東京6、大学野球春季リーグ戦で32打数15安打、打率。 469の公立で、首位打者を獲得した。一年生春の首位打者は伊てが初めてで、その後1992年春の壮大、大森厚まで現れなかった。以後強打の保守、一塁手種として、チームの中軸を担った。1931年春、エース小川翔太郎が、胸部疾患のため明大戦を最後に戦列を離れ、 壮大投手陣が日の車になったことを受けて投手に転校。そのシーズンの総計戦で3日、連続完投して2勝1敗で境内に3、シーズンぶりに勝利した。この連投は、伊達の3連投として絶賛され、後述、時事信奉者が設けるリーグ戦の主勲賞に選ばれた。この活躍が元で、同年11月に、読売新聞社が招聘した。 米大リーグ選抜チームに対する全日本チームに選ばれ、11月8日の大リーグ選抜対、壮大の試合では6回まで1失点に抑える、好投を見せた。5年間の通算成績は、投手として11勝7敗、打者として82試合出場、284打数87、安打、打率、306、0本塁打、45打点。 1933年の卒業後は、日本生命に就職し、社会人野球の全大阪チームに加わり、1934年の第8回都市対抗野球大会で、エース、5番打者として初優勝に貢献した。同年来日したベイブルースを中心とする大リーグ、選抜チームに対する全日本チームにも選ばれ、ここでもあわや勝利の高騰を演じた。 この全日本チームが第2本東京野球クラブの原型となり、当然のようにチーム総監督で、総大入学時の監督だった、市岡忠夫が、プロ入りを熱心に進めたがこれを断った。戦後は全大阪の監督兼投手として、都市対抗野球大会に出場した。1955年からは、阪急ブレーブスのコーチとして5年間指導し、梶本隆夫、米田哲也の、 米ネカジ両エースの成長に貢献した。このほか、選抜大会の選考委員、甲子園大会の審判、野球伝道特別表彰委員なども歴任した。1988年、特別表彰で野球伝道入りした。戦前、阪神甲子園球場そばには野球塔と呼ばれる塔があった。夏の甲子園、大会20回を記念して建てられたものだったが、 塔の下部にバッティングの構えをした立像が据えられていた。このモデルが伊達であった。伊達はもともと中学時代から保守であった。しかし、中学時代にマウンドに登った経験があり、高松商業の水原茂や和歌山中学の小川翔太郎らと投げ合ったこともあった。遠投は120メートルと強権を誇り、速球に加えて変化球も投げられたという。 本人が、一試合で死球は1個か2個くらいと語るほど請求力も確かだった。壮大に進んだ1930年秋のリング戦、総慶戦は春から3連敗中、1回戦で小川原を使ったものの破れ9した壮大森重雄監督代行に相談を受けた伊達が、自ら進言して2回戦のマウンドに立った。 結果は5回3失点で途中降板。伊達は敗戦投手に加えて8回に3類走者だった伊達が外野フライでタッチアップした時の二類が早いとしてアウトの判定を受けてしまった。伊達は週刊朝日に抗議文を寄稿し、後年までこの判定が間違っていると主張したが、それほどに伊達は屈辱を味わい心中雪辱を期した。 1931年、戦術のように小川が病気のため戦線離脱、総計戦を前に、総大投手陣は日の車になっていた。前年は春秋通じて境内に一生もできず、伊達にかかる期待は大きくなっていた。伊達も前年秋の汚名をすすぐ絶好の機会と考えていた。6月13日の1回戦、1回に西一、三塁から名手、 三原治が、三方野手と衝突して、まさかのラッキーを犯し2点を失った。その後伊達は、境内打線を一安打に抑えたものの打線が、水原の前に沈黙、一から二で敗れた。続く2回戦、二から二と同点にされた、直後の7回に、三原が、一世一代のホームスチールを観光して勝ち越す。勢いづいた総大はその後も加点し、伊達が、 京大の反撃を9回の1点に抑えて、連日の関東で一勝一敗退とした。総大六から三京大。6月15日に行われた3回戦、月曜日にもかかわらず、神宮球場は超満員となった。先発投手は、京大水原、総大立て。0から0で迎えた4回に、総大は、打線が爆発し4点を挙げた。は、の反撃を食い止め、 5から4で勝利した。エースの連投、関東が当たり前だった、当時の6大学においても、3日、連続完投して勝ち越した例はなかった、明大湯浅佐田が3連投したことがあるが1勝2敗だった。加えて、総慶戦は、中東野球の有名選手が多く集い伝統の、試合として今以上の注目を集めていた。そこでの快挙として、 伊ての三連投は絶賛されることとなった。なお、この年、境内の若基地に対抗して総大は応援歌、紺碧の空を発表、攻撃自主ビジと流れる、この応援歌に、伊ては大いに励まされたという。1931年秋に来日した大リーグ、選抜チームは、早々たる面々を集めていた。後に、殿堂入りした選手だけでレフティグローブ、 ドゥーゲーリーグら七人が揃っており、後年日本の野球発展に貢献した、フランク・オドールもメンバーの中にいた。中でもグローブの高速球はアナウンサーが、グローブ投手投げました。あ、見えません、ストライク。と、実況するほどの速さで、スモークボールの異名を持っていた。大リーグ選抜は全日本との試合の他に6、大学の各校とも対戦を組んだ。11月8日の対戦。 大リーグ選抜対総大でグローブは先発せず、総大は打手を先発に立てた。打手は6回まで6アンダーを打たれながら1失点の力投を見せた。すると、総大打線が相手先発の疲れに乗じて6回に同点、7回に4点を奪い勝ち越した。詰めかけた監修は、快挙なるかと興奮のるつぼと化した。しかし、ここから大リーグ選抜が意地を見せた。 西球にニアンダを絡めて1点を奪い、伊達をマウンドから引きずり下ろすと変わった投手にも、モーダを浴びせて7点を奪い逆転した。八回からは登板予定のなかったグローブが登板、打者6人を21球で、すべて三振に打ち取って、格の違いを見せつけた。しかし敗れた者の本場のプロを追い込み本気にさせた、伊達の力投は評価され、遠征に同行した、米人記者からも、 投手がしっかりしている。伊達選手は大変にいいと絶賛を受けた。この試合から数日後、伊達はゲイリックからヤンキースに来ないかと誘われたという。3年後ルースを中心とする大リーグ選抜が来日した時も、伊達は1から5、5から6と破れはしたものの高騰した。この時の全日本で語り草になっているのは、 沢村栄二による静岡草薙球場での高等だが、開幕前はむしろ、伊達の方が期待されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。